こんにちは。このビデオは日本人のために英会話をどのように勉強できるかというビデオなので、日本語を勉強している学生さんもヒントをつかんでいただければ幸いです。こちらは日本語マックスで、私の名前はラビです。では始めましょう。英会話について自分の日本人に英語を教えた経験から話すと、日本人はとてもルールを意識しすぎて、最初からは英語の発音をこだわってしまいますね。英語の発音はひらがなのあいうえお、かきくけこ、全部に含まれてないから、最初からはちゃんとできるわけないじゃないですか。ですから、英会話学習の基本というと、こだわりの狙いは、文法の発音やルールではなくて、一定に定まる時間帯で練習するべきということですね。例えば、1日20分のまとまった時間が難しい場合は、10分の勉強時間を2回、5分の勉強時間を4回というふうに、分割してみるのがいかがですか。発音は大事ですが、それは少し耳慣れたからではの話じゃないかという提案です。同じように文法のルールなども、とりあえず後回りにしてしまった方が、効率的だという説もあります。まずはちゃんとしたスケジュールの話に戻ります。時間を小刻みに分割する話ですが、その場合1回で取り組むことは、1つにしてください。例えば、1回目の10分はリスニング、2回目の10分は単語やフレーズの暗記などというように、1つにまとめるということですね。10分でリスニングも単語もフレーズもとあれこれ手を出すと、その度にその集中力が途切れてしまいますね。短い時間だからこそ集中して中身の濃い勉強をするように心がけましょう。そのために日本語マックス .com をご覧ください。一番最初から始まる英語表現に触れ合いながら上級英会話を身につけましょう。どのレベルから始めたらいいかわからないというのも英会話初心者が持つ悩みの一つです。例えば時間がない、1日に20分しかない、お金はあまり使いたくない、あるいは出張などで決まった時間に英語学校へ行くのは難しい、勉強の仕方がわからないなどなどです。そんな時は日本語マックス .com で最初からあるいは自分が7割程度理解できるレッスンから始めることをお勧めします。1日に何をどれぐらい勉強すればいいかわからないということを計算しなくてもいいというコンテンツになっています。英語の文章などの、日本語での分析だけじゃなくて、勉強の仕方、改善ポイント、モチベーションもたっぷりあります。聞いて読んで大体の内容がわかれば、学習意欲を維持できるはずですね。ビジネス英語コースや英会話も初級から上級まで1000円だけの価格で800以上の音声録画を取得できますので、ぜひぜひ一度ご覧ください。英会話は実は聞いて学ぶのがはるかに知識が身につくと言われてますが、やっぱり全く話さないというわけでもありません。英語を話すといっても、ちゃんとした文化的に通じる文章ではないと意味がないのです。そのために、書いてある文章を聞いて、意味を理解すればそれを学すのはコツです。最初から真似して繰り返して話すと、英語会話能力が上達するわけですね。もちろん、意味をちゃんと理解できているからではの話です。自分の前に、欧米人が座っていて、ちゃんと聞いているようなことをイメージしながら、毎日20分だけでの練習で、数ヶ月で多少英語が話せるようになれるということを、認識してください。例えば2ヶ月で学んだ英語をご自分の職場などで使ってみれば、その能力がまた早く上達し続けますね。焦らない、諦めない、慌てないという3つの約束を守りながら、日本語マックス .com を活用してみてください。それではまた次のビデオでよろしくお願いいたします。バイバイ。